上空からのマイオピアハントクラブマイオピアハントクラブは、米国マサチューセッツ州サウスハミルトンにある、キツネガリバトカントリークラブ。全米オープンゴルフ選手権がその初期の時代に4回、開催されている。1882年に、J マレー・フォーブスにより創設された。ゴルフコースは、ハーバートシーリーズの設計、試行により1894年完成。リーズは、 その後30年以上に渡りこのクラブに所属した。リーズはまた1898年の全米オープンに出場しのないタイの成績を残している。コースを知り尽くしていたことが、これほどの上位でフィニッシュできた要因であったことは、間違いない。クラブの名称であるマイオピアは、その初期のメンバーの何名かが、マサチューセッツ州ウィンチェスターにあるマイオピアクラブから、 移籍してきたことに由来している。マイオピアクラブを創設した4人の兄弟はいずれもが、視覚に障害があるか、あるいは禁止であった。現在、マイオピアハントクラブでは生きた狐狩りは行われて、おらず、犬が匂いを探し当てるドラッグハントが行われている。6539ヤードで完成した、ゴルフコースは、リーズにより数多くの障害が設けられた。高いマウンド、深いバンカー、 超高速グリーン、相当のキャリーが必要なブラインドショット、深い窪地、深いラフ、段付きグリーン、それに避けなければならないケア、パドックもあった。1901年の全米オープンでは80を切って、ラウンドできたプロが一人もいなかった。マイオピアのもう一つの特徴は、米国内でもとも古くから続いている、ポロ用フィールドを有していることである。元は、 牧草地だったところの草を買って、キブニーフィールドと名付け、1888年の夏には練習に使われた。その秋に、デッドハムポロカントリークラブとの初公式戦を行った。1890年に、ポロ協会創設時の7つのクラブの一つとなった。これら7つのクラブのうちで、現在も存続しているのは2クラブのみで、マヨピアはその一つである。 マイオピアは唯一オリジナルのフィールドを現在も維持している。ただし、ギブニーフィールドは現存する全米最古のポロフィールドではない。サウスカロライナの英剣にある英剣ポロクラブの所有するウィットニーフィールドでは1882年に地元の祭りのエキシビション試合が行われている。英剣ポロクラブは1899年にポロ協会に加盟した。 マイオピアでは現在でも夏場のメモリアルデーからコロンブスデーにかけてポロの試合が行われる。日曜日午後3時からの試合は外部にも公開され安価な入場料で観戦できる。1902年にはテニスコートも作られたが現在は多用途に転換されて現存しない。マイオピアハントクラブはゴルフマガジン誌による全米100の名物ホールに2つのホールが選ばれている。 唯一のゴルフコースである。1898年、1901年、1905年、1908年の4回に、渡り全米オープンが開催された。1901年に優勝したウィリー・アンダーソンの72ホール優勝スコアは331で、これは現在でも全米オープン史上最多多数の記録となっている。アンダーソンは18ホールのプレイオフで、 アレックス・スミスを下したが、その時のスコアは85で、これは彼のこの大会における最悪スコアである。初めの9ホールは1896年に完成していたが、残りの9ホールが完成したのは1898年の10月で、あるから同年6月にこのマイオピアで開催された全米オープンは9ホールを8回ラウンドしたことになる。 1995年から2005年にかけて、クラブ会長のマイケル・グリーンとゴルフ部長、スティーブ・ウォー・ホバーの主導で、コース改造が実施された。いくつかのホールではティーを新設して、距離の延長が行われた。さらに、コース上の多くの木を取り除き昔ながらのマウンドを設置し、ハーバートリーズによるオリジナルの設計に回帰した。ゴルフライターで後年作家となったジョナアップダイクはこの、 マイオピアハントクラブをホームコースとしていた。スコアカードには各ホールに名称が付けられており、主として地形的特徴を表したものとなっている、ファーストルックアウトブレイマイルズリバーローンツリー、ブルックマイオピアプレイリーポンドアルプスロードバレー、ヒルリッチロングパドックウェストホーム。ありがとうございます。